はい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 、今日はこれです。珍しいというか、まあ俺がなんかこうソロでやるにしては結構珍しいゲームになるのではないだろうかという、タイタンフォール2。あ、でもスチームでセールで1000円で売っているということで、最近ちょっとね音でかっちょっと待った、ちょっと待った、これは耳がいくぞ、ちょっと待って音がやばいやばいやばい、なんか流れてるけど音がでかーって何もできない。こんぐらいかな、なんだってて、まあ見よう。素早く動き、華麗で圧倒的、常に冷静で、格闘とかあるんだね。臨機応変、その上冷酷、パイロットから見ればただの壁でさえ戦術の一部となる。あ、なんかこういう赤狼みたいな動きができる。戦闘も格違いだ。赤狼やったことないけど、特殊な移動能力で敵を惑わせ、どんな戦況でも常に優位に立つ。おお、すげえ残像だ。戦場のパイロットと一般兵の最大の違いは、パイロットとタイタンの絆だろう。タイタン、ムキムキのおっさんが出てきて地面を割っていくっていうような伝説の召喚獣ではない。わからない、わからないネットは差し込んでいく。わかる人はわかるだろうけど、タイタンとリンクすれば他のパイロット以外にかなう相手はいない。でもなんかずっと乗りっぱなしってわけじゃないんでしょ。条件によって乗ったり降りたりするでしょ。唯一故郷と呼べる場所だ。なんだ。しかし今 IMC に資源を奪われ、IMC 破壊されつつある。逆らえば待っているのは死だ。デメテルの戦いでは勝利を収めたが、デメテル IMC を倒すにはまだ程遠い。何なの IMC って、何の略なの。俺は今フロンティアの自由のためミリシアのライフルマンとして戦っている。ミリシア、パイロットになれる日を夢見て。ああ、じゃあまだ見習いなわけ。その日が来た、俺はパイロットとしてふさわしく戦えるだろうか何、じゃあ今までのやつはなんかあれ、なんていうか夢というか空想というかそういうものだ。まあというわけでタイタンフォール2、まあなんかね、あの FPS ちょっと楽しいなって思い始めて、でこの間のゾンビゲームやってさ、ちょくちょくやって結構楽しいなって思い始めてたんだけどさ、でなんかちょっとマルチでさこういうゲームやりてえなって思った時になんかちょうどいいんじゃないのかなと思って、でなんかあの俺がプレゼンして面白そうだったら買うっていうから、じゃあ頑張ってプレゼンしようかなと思って。何これ、クーパーのログ、第9ミリシア艦隊は IMC の支配下にある惑星タイフォンの攻撃に向かっている。惑星に民間人はいないようで、 IMC の軍事研究施設があるということしかわからない。俺はジェームズ・マクアランの艦内でラスティ・モーサ大尉の指導を受け、パイロットの訓練を続けている。彼は一流のパイロットだ。なぜ俺なんかを指導してくれるのかわからないが、こんな機会をミスミス逃す手はないだそうです。パイロット用ガントレット。さあ始めるぞ、クーパー。はい。ったく、シムポットが船に再起動されたようだな。ラスティモーサ、再調査しないと。名前長えなお前。もうちょっと、お前見えないけど、え、ライトを見る。これか。どうだ、しっかり来るか。コントローラーの視点操作使いやすいですか。反転はしないけど、なんかさ、よく反転ってあるよね。これ何、誰が使うのこれ、反転って。俺にはよくわからん。どうして反転させた方が使いやすいと思う。まず気持ちを正すんだ。どうし、だいぶマシだ。
お。撃っていい？ん？あ、撃てないのか。え、何これ、これ何？本来は俺が訓練すべきじゃないか。お前にポテンシャルを感じるんだ。それに戦争中だしな。これじゃん。それでお勉強ってわけにもいかん。行くぞ、飛び越せ。ウィス。ペースを上げろ。ジャンプキットの補助を入れる。ジャンプキットはリラックススタビリティという原理で機能する。ジャンプキットがお前の動き方に順応すれば、意識せずに高速移動できるようになる。綺麗なもんだろう。そうっすね。俺の記憶の中の故郷が元になっている。俺はここで育った。なんもねえとこだ。それが俺たちの。なんもねえとこだ。鋼鉄と硝煙とは無縁の世界。あん。これ走れんでしょ。よし、いい動きだ。この下へ身をかがめろ。簡単なダブルジャンプだ。ゴーストに続け。あ、ダッシュ中にこれでスライディングってことね。の位置上を取り戻した。ミリシアの体勢が整ってきた。 IM に戦う志願者も日々集まってくる。お前のように。え、何？ダブルジャンプには一度ジャンプしてから空中でもう一度。あ、そのことできんの？ほんとだ。そう、そうなの、そうと言ってくれよ。面白い、いろんな動きでいいの。あーなんかどういう動きになってるのかちょっと三人称視点で見てみてっつ願望もなきにしもあらずだけど。戦闘ではことが予想通りに進むことはない。戦場でどんな武器でも使えるようになっておけ。はい。俺が戦場で見た武器のほんの一部だ。これ、今度は射撃鏡だ。うっす。あ、すげえ、武器いっぱいある。あ、ここで変えられるんだ。スピットファイヤー、これ何ボタンで変えるの。これは今は持てないのか。ただ見せてくれるだけかっぽいな。そっか、まあいつかこれを使う日も来るだろうって。武器を装填しろ。アンバウンドで武器をリロード。え、どれ？アンバウンドって何？弾倉を変えろ。え、どうやってやるの？あ、なんか勝手にやった。全部撃たないと進めないぞ。結構雑に撃ってもいける感じ？は別の武器だ。おい、ラクから一つ取れ。アンバウンドって何？別の武器に切り替えろ。え、アンバウンドって何？ちょっと設定。アンバウンド。え？リロード、武器の切り替え、Y、モディファイア、攻撃。え？お、いけた。これな、あ、わかった、これな。引き金を引くだけだ。雑に打ってもいける。いいぞ、やりたいなら続けろ。いいならガントレットだ。スピットファイヤー。うわ、レフトフォーデッドの時も思ったんだけど、あんまりなんか雑に打っててもいいことねえなっていう。ちゃんと狙わねえとダメだな。これ結構雑に狙ってる。マ
まあまあいけるな。これエイムってどうやってやるの？あ、これだ。R2 だ。リロードはこれな。武器を取るのもこれね。早いけど、まあこんなもんだよな。早すぎるなって思うんだけど、案外ね、やってみるとそうでもないんだよな。遅すぎるぐらい感じるんだよな、あんまり。何これ、照準出ないけど。スナイパーライフルか。いや、俺なんかそんなさ、なんだろう、拳銃マニアじゃねえから、名前を言われてもよくわからないっていう。まあこれからちょっとずつ覚えていくんだろうけど。まあ、エイムはちょっと慣れるしかないな。こっち？よし、今日は新しいガントレットがある。基準時間は2分だ。進むにはもっといいタイムを出せ。ゴーストに続くか。自分の道を探せ。パイロットのガントレットを走る。2分以内。2分以内。ちょっとスピットファイヤースタート。いきます。パイロットはバランス感覚が必須だ。スピードが最優先だが、射撃も正確じゃないと。体に染み込むまで練習するのがガントレットだ。KPH っていうのがスピードってことでいいのかな。オールランの最中は移動が速くなるぞ。試してみろ。何の最中？敵がこれ撃ってきてねえから助かってる。あー、殴った。壁走り使った方がいいよなと。あれ？なんか気づけばジャンプできなくなってんだけど。あれ？ジャンプ B だってな。やば、俺なんか設定いじったか。もしかしてジャンプボタン変わってるな。最初バツでジャンプしたんだけど、なんかバツじゃなくなってるね。これかな？これがね、多分デフォルトなんだよね。ああ、これ大丈夫。いい走りだ。壁の結果表を見たか。ベストタイム更新だ。誰にもそれぞれ得て増えてがあるから、いろいろな武器を使っておけよう。いいっす。結果表には上達のヒントも載っているぞ。ウォームアップは終わりだ。マジでやりたければ他のパイロットのゴーストと競争できるぞ。だが一つ忠告しとく。このゴーストは SRS のトップパイロットのものだ。奴らを倒せれば訓練も5合目までは終わりだな。好きなだけガントレットに挑戦してくれ。まあとりあえず話を。お前にいいものを見せてやろう。とりあえず話進めねえですか。話進めましょう。ガントレットはもういいか。はいはい、いいっす。次の課題を見たい。よし、きっと気に入るぞ。さて、パイロットのもう一つの役割を学ぼう。タイタンだ。タイタン。ニッキー呼び寄せてみよう。パイロットじゃないのにやってもいいのか。ただのシミュレーションだ。本物じゃない。だがまず広い場所がいる。おお、すげえ。俺の相棒 BT だ。
やりたい方だよな、お前。イリシア独自の機。あれ初めて俺たちが自作したタイタン用シャーシだ。今回は IMC から盗まなくて済んだ。さあやれ、初のタイタン要請だ。空を見ろ、やつがいるだろう。は？おお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 。いいか、ライフルマン、そろそろ潮時のようだ。ここから出すぞ。機関システムを除き、パワーダウン。クンパ、準備しろ。落ち着けコール、仮想世界から出たばかりなんだ。回復に少しかかる。大丈夫、すぐ落ち着く。了解。全員戦闘配置。練習ではありません。気をつけろ、奴ら本気で殺しに来るぞ。いい演習だったな。そのうちコツがつかめるさ。あ、そうか、こういうシミュレーターだったのか。パイロットにしてやる。まあ、そりゃそうだが、今日は時間がない。ラスコーさん、アンダーソンの野郎、下では奥。今日は新しい惑星が見られると墓場になるかもしれんがな。あれだ、あそこで足踏み外したらめっちゃ笑ってやった。幸運を祈る。俺もサムズアップしよう。ロプチックでな。レギュラー推奨イージー。FPS ゲームを初めてプレイする場合、イージーがおすすめです。シューター経験者向けの設定です。没入感高いストーリーと手軽な難度を楽しむことができます。なんか推奨されているしな。まあ一応俺はゾンビを大量に倒したからな。レフト4デッドで。というわけで、レギュラーでやりましょう。まあなんかいつでも帰れるみたいだから。まあバイオ2みたいなもんでさ、こうやべえわと思ったら帰ればいいじゃん。そんなもんである。操作慣れたら面白そうだな。さすがにな、レフト4デッドも面白かったんだけど、さすがになんていうかこうね、すごい手軽にできてよかったんだけど、まあ、若干のチープさはね、さすがにもう出てから経ってる年月が半端じゃないからな。で、ここで、なぜかタイタンフォールっていう。まあなんか精霊になったっていうのとは、なんか微妙に、こんなの言ってるあれだけど、微妙にそんなに流行ってないというか、まあ俺があんまり聞いたことなかったから、FPS ゲーといえばなんか、なんだろう、Apex とかさ、ああいうのばっかりなんじゃねえのみたいな、っていう中で、なんかあんまり聞いたことがない系のやつだったんで、まあやっぱりこうね、流行ってないところをつきましょう、みたいな。なんだこれ。やばい、サイヤ人が、地球に侵攻。ああ、やべえ、ベジータとナッパ、ああ、もう一人、わあ、いっぱいいる。もうダメだ、地球は終わりだ。なんだこれ。これ死ぬだろ、こんなの。どうなってんの。すげえな、これでいけんの。おお。わあ、めっちゃ酔いそう。俺の懸念として画面酔わねえかなっつうのが。どれが敵でどれが味方なんだかよくわかんないね。うわっ、多分あの赤いのが味方なんだろうけど。 RB これか、こっち側の体力ってどれなんだ。あれが敵ってことでいいんだよな。上に湧いてきてねえか、もしかしてゾンビ並みに、ゾンビ並みに無限に湧いてきてるぞ。ほら、
わ、目の前だった。これこっちの体力ってどうなってんだろうな。どうでもいいけど、あと俺の体力ってどうなってる。あ、弾なくなった。もしかしてさっき武器教えなかったっけ。あれ、なくなった。マジかよ、これで戦うのこれ。え、何これ、どうなの。助けてもらえない。やられたら、ちょっと待て。気を失うかもしれんが、起きたら回復してるだろう。ラスティモーサ、敵対弾が接近。エーペックスプレディターズ。これはイベントかな。伏せてろ、クロタ。負けイベントか。リチ、行くぞ。お、すげえ。すげえな、動き。ロボットの動き、半端ねえな。負けだよ。あれ師匠でしょ、さっちゃん。多分。それまでにアークを封印して送り届ける準備をしろ。おい、リヒター、死体をいたぶるな、変態め。まだ仕事が残ってるだろう。死体を掃除しても報酬はない。行くぞ。あれだよね、レフト4デッドだったらさ、ゾンビが敵だったから見りゃ分かったけど、今回なんかよく分からんな。だから出てきたやつが敵なのか味方なのか全然分かんねえっていうさ、問題が。うわ、すげえ。わあ、モンハンが。急にモンハンが始まった。細かく画面を揺らさないでくれ。俺の具合が悪くなったらどうする気だ。されてんな。大丈夫ですか。ET、搭乗権限を新規パイロットに移行。ブラボー、タンゴ、セブンツー、セブンフォー、リンク。クーパー、俺のタイタンをやる。俺のヘルメットとジャンプキットを使え。これが本番だ。彼を頼んだぞ。死んじゃった。そして俺が乗るのか。ガンダム的な始まり方だな。まあ、そうでもしないとな。なんだこれ、石を積んでる。墓か。基本的にそうでもしないと話が進まないからな。そしてこう、おやすさんのエルベット。おやすさん。カレー臭が。おっさん臭い。
これは今どういう状態なの？まだ乗ってないのか？ジャック・クーパー、え、乗るのはどれ？もう、え、もう今乗ってんのこれ？あ、違うか、まだまだ人か。俺はまだ人。これどうすんの？ヴァンガード級タイタン。エネルギー系。ミッション。ワン。チャー、え、なになになに？ちょ、もう一回。チャージ済みタイタン用バッテリーを手に入れる。敵がいるんだ。ああ、なんか、あれなんだな。人間相手じゃなくて、ああいう、モンハンみたいなこともしていかなくちゃいけねえんだな、俺は。ウォールランスルには角度をつけて壁に向かって、おい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 、こっちの体力ってどうなってんだろうな、これ。うわ、やべ、めっちゃ来る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 。あー、なんか、あれかな。メットが赤くなるとか、そういう話かな。これじゃない。パイロットのヘルメットしとく。弾数はあれか。左下のやつ。ミリシアの侵入者率、IMC のマーダーたち、お前たちの。あん。うわ、すげえ、キリキリだな。落下者はどういうカウントのされ方になるんだろうな。何回でもしていいのか。二段ジャンプはできなくなってんだよな。二段ジャンプできたよね。とりあえず見つけたやつは芝居とかって、なんかあんまりなんかあれよね、実況、まあ、なんか今回あれだから、あのなんていうかこうプレゼン用だから基本的に一人でやるときは、もうこのゲーム一人でやるときはもう録画とかしねえよ多分。配信とかならやってもいいかもしんねえな、ワンちゃん。
そんなに、なんていうかさ、こう結構喋りながらさできるようなもんでもないから、うわーやべやべやべ、結構集中してやっちゃうんだよな。結構さ、でも俺この手のゲーム苦手だったんだけどさ、やってみたら結構面白いんだよな。割とこうやってさ、なんかこう人を撃ってる感が結構怖くてさあまりなんか得意じゃなかったんだけど、まあゲームだし、ね、なんかゾンビをめちゃくちゃ撃ったことによってどうでもよくなったゲームだしっていう結論、結論ゲームだし、所詮ゲームだしって。慣れたらもうちょっとサクッとさばけるのかな、いうの。もうなんだ。なんだなんだ。ああ敵がめっちゃいるし。そこにだか、次どこだ、向こうが渡るのか、これこっちか、ここまで来てねえよ、違う、こっから来たのか、俺全然進んでねえじゃねえか、なんとなく分かってはいたけど、そしてまだ生き残ってるな、誰か見えるか、どうだ、どこだ、目の前だった随分地形とこから声聞こえるなと思ったら、頭だけ出すバカはどこにいる、これどうなってるの、あよかった、頭吹っ飛んでなかった、あれ俺の気のせいだ、ダメか、早く逃げないと、これ捕まれる、ちょっと待ってくれあれ、ああ、え？どこ？ここどこっすか？敵復活してねえっすか？もしかして。ああ！誰だよ、一人称してんの？なんかさ、こう、わかりづらいところとして、自分の姿がわからんから、どうなってるのかがわからないんだよ。
こだよな。全然当たんねえんだけど。シュグレネードどうやって使うの？あ、R1 か。なるほどね。地形をスキャン中、データ分析中、ゴーストランナー開始。何ゴーストランナー？ああ、何生き方を教えてくれる的な？ん？これがね、わかんないんだよね。どういう状態で乗るってなって、ジャンプで越えれないか。ジャンプで越えれない。どこやって乗るねんこれ。アップってどれ？え？ん？わかんないこれ。え？まあいいわ。進んだからいいや。何が使いやすくてどうっていうのか全然わかんないけど、あと俺の目的はこれから何をして食っていけばいいの？これ落ちたら死ぬかな。これ死ぬ。おお、だしょ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 、チケチケ。弾全然入ってねえなこれ。なんだダークソウルのあれ、アイテム落としたら変化するやつみたいな。しダメか。おお、こいつの方が、このドローンの方がよほど強敵だな。全員死ね。これは武器の切り替えな。危ねえ、今ノリで前に行ったら落ちて死んでた。
がでも結構至るところに置いてあるからまあまあなんとかなるな。これがスナイパーライフルか。すげえ、こんなに詳細に見れるんだ、すげえな。あいつら俺に気づいてるのか気づいてないのか。さすがにバレてる。どのくらい食らったら死ぬんだろうな。まあ、なんか、まあ、最初のステージだからさ、いきなりそんなになんかバタバタ死ぬような感じじゃないんだろうけど、まあ、食らいまくるとなんかこう画面が赤くなったりするのかな。これ水に落ちたら死なねえよ。なんだ。あ、まだいた。来てるし。いやでもなんかさ、ここまでやった感じだと面白いわ。普通に面白いわ。ミリシア閣議やつ、ここは惑星タイフォンであることを忘れる。ただね、この惑星はただね、実況向きでは全くないね。だからなんかみんなでワイワイやってるときはいいかもしれないけど、え、これどこ行くのこれ。ここ壁走りするんじゃない。いやでも壁走りじゃないか。ええ、ちょっと見せて。どうするの。あ、そんなにいけるもんな。マジ。ちょっともう一回。え、なんでそのスイスイ行けんのお前ら。え、行けないってこれ。なんかコツあんの。なんかジャンプすごいな。あ、二段ジャンプかな。ここなんか中石でもいいみたいだから、まあいいよ、いろいろやってみる。あ、二段ジャンプだ。それにしたってタイミングシビアすぎねえかこれ。おお、ギリッギリだな。おお、なんかいろいろ使ってみてえな。お、ショットガンだ。いいな、こうやって拳銃の説明が出て。説明が出るのはありがたい。でもさすがにショットガンだと届かねえな。遠くだとスナイパーか。この辺なんか結構レフト4デッドだと雑っつうか、まあまあなんかどんな武器でも届いたりしちゃうからな。え、これどうするの。諸君は皆、大きな目的のためにあります。
なんだ？どういうこっち？俺の部屋にあるあの電源タップ見てめっちゃ刺さる、めっちゃいっぱい刺さる電源タップがこういう形してる。でそこ帰るのか。あ、すげえ、こういうなんかスライディングみたいなこともできるんだ。死んでねえだろ。死んだ。これどうすんの？なんかあれワンジャンプだよね。でもツージャンプもしてないよね絶対。あ、もっかいジャンプすればもっかい壁に乗り移れるな、これ多分。これショットガンだから照準が出ねえんだ。こうやってスナイパー。いけ。動力低下。動力が足りません。これか。動力低下。動力が足りません。あ？動力低下。動力が足りません。え、どうすんのこれ。どうすんの。動力低下。動力が足りません。わかった。お前の悲痛な叫びはよくわかったんだけど。動力低下。長押しってどれだよ。もうさあ、パツ長押し？動力低下。パツってこれじゃねえの？ジャンプボタンじゃない？は？動力低下。どこだ？動力が足りません。分かった。え？動力低下。動力が足りません。あ、これか。いや。これさ、もう、なんつったらいいの、PC 用のさ、コントローラー欲しいわ、いい加減。動力3分の2、データコアを最初期化しました。視覚システム、オンライン。そうだ、あれ、バツじゃなくて X だから、あれ。焦点の調整、大丈夫ですか？え、君は誰？君は誰だ？名称、BT7274。ミリシア SRS のヴァンガード級タイタンです。BT か。わかった。現在システムを再起動中ですが、3個目のバッテリーがあれば起動が早まります。私はここに待機。もう一個探してこいと。そこにあるらしい。駆動可能になるまで可能な限りヘルメット内無。ちなみにこれってさ、セーブしてやめてえなと思ったらどうしたらいい？オートセーブなのかな、これ。でもセーブのなんかこう、なんつったらいいの、ここにセーブします、ここにセーブしますみたいなのがねえから、オートセーブなんだろうな。ミリシア作品へ着く。IMC は降伏する者については危害を加えず、エンジェルシティ刑務所まで送り届け、速やかに IMC の捜索隊に投降した方が身のためだ。どうすんの？パイロット、IMC への投稿は推奨できません。声紋分析の結果、彼らは嘘をついているようです。そんなことわかる？俺はそんなに間抜けか？どうでしょう。あなたの脳機能を把握するには、ニューラルリンクを確立する必要があります。
おお、結構飛べるな。行ってどうすんの？行ってくれ。これ便利だな。まあ、こっちか。普通にこれか。あんまり俺もさ、こういうなんか順路をするの得意じゃねえから、こうやってやってくれると助かる。反応悪すぎないかお前。まあノーマルですから。マッピングシステムが回復しました。第9艦隊が襲撃されたため目標地点から離れた場所に着地しました。ここは敵地です。気をつけてください。長居はできません。ラスティモーサとはどれくらい一緒に？単位とは973日前にリンクしました。すまない、親しかったんだろうな。素晴らしいパイロットで良き友でした。イニシエの生き残りがいないことは不安でした。一人ずつ追跡し必ず落とす。隠れているものは今のうちに出てくるように、各所にアイエムシップ捜索隊を手配し、抵抗する方の犯罪者とみなし記録を上げる。いるな。どこで？あれ撃つの難しいな。と思って近くに来たバカだな。あいつバカだぞ。いいな、でもこれ休憩がてらにやるとちょうどいいわこのゲーム。マルチでやるってなったらどうなんだろうな。でも逆にどういう風にやるんだろうな。楽しい、きっと楽しいと思うから一回マルチでやってみたいっていうのは。これじゃなくて、パイロット、あなたのスーツには非常クローキング機能があります。危険回避に役立つでしょう。何ああ、いや、お前らめっちゃ見失う。お前らいつも敵を見失ってるんだ。
チャー、ロケットランチャー、すげえの出てきたな。俺をぶち込んでやりたいんだか。おしまい。おわっす。まだあれが。ロケラン全然効いてねえじゃねえか。うわ全然当たんねえ。なんだあいつ。くそ。そっか、今のこれはなんだ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 、遠いぞ。こっちか。どこよこれ。どこにいる。戦場では一人ではありません。船に生存者。いいえ、MC です。ジェームス・マカーランに生命反応はありません。だがライフボートの 90% が射出されています。望みはあります。これは味方の船だ。敵の船だ。じゃねえのか。ずっとなんか頭の中でバーバーが説教してくるんだけど、これ何なの。こっち、あ、違う、俺こっから来たんだ。なんでこうスライディングに行ったら何もなくて、でもこっち行っても何もないんだよな。じゃあやっぱこっちなんじゃね。上か。あ、上だ。上っていう概念があることあることを学習しなくて。お、狭っ、怖っ、熱っ、絶対熱いでしょこれ。ちょっとこれ難しいわ。これどこ行くんだよこれ。あれなんかさ、二段ジャンプもできるときとできないときあるんだけどさ、これどういうあれな、どういう条件なのこれ。これまた死ぬだろ。どこ行くんだよこれ。まずこっちでしょ。ちょ
おい、やってみせろ。俺の分身やってみせろ。俺行け。俺やれ。どう行くんだ。俺に道を示せ。普通に下に降りればいいのか。そんなにバカみたいにジャンプしなくてもいいってことか。パイロット、位置が知られてしまいました。うわ、めっちゃいいし。IMC の偵察隊です。敵の増援が向かっています。ニューラルリンクの確立が必要。最後のバッテリーを取り付けてください。動力最大。お、ついに俺もタイタンだね。タイタンに乗れる。進むにはニューラルリンクを確立するべきです。あ、よろしくね。どうぞいつでも登場を。お、ついに降ります。大丈夫。ボタンいっぱいあるけど覚えられるかな。この操作覚えられるかな。大丈夫かな。ニューラルリンクを確立。パイロットタイタンガンのリンク完了。ライフルマンジャック・クーパー、あなたは BT7274 の臨時パイロットに承認されました。臨時なんだ。プロトコル2、任務を執行。我々の任務は特殊作戦217を続行し、 SRS のアンダーソン少佐と合流することです。アンダーソン。複数の敵の接近を検知。プロトコル3、パイロットの方、機関システムを最初期化中。ボーデックスシールドオンライン。もう動けない。ボーデックスシールドは弾丸やミサイルを捉えます。ボタンを離せば捉えたものを敵に向けて発射します。おお、すげえ。なんだこりゃ。えっくいことするな。まずそれしかできない。アコライトポットが使用できます。肩に装着するロケットポットで複数の敵にロックオンします。ボタンを長く押すほど多くの敵にロックします。あー、なんか地球防衛軍であったな、こんな。なるほど、これはチュートリアルか。機械の制御とモーションリンクを回復しました。あ、動ける動ける。すげえ、無敵感、無双感半端ねえんだけど。敵のタイタンフォールを検知しました。準備を。激しい戦闘が続きます。そっか、そっか、敵も使ってくんだもんな。なるほど、悪党どもの始末か。ポジティブに考えないと状況は改善しないでしょう。ミリシアのタイタンを発見。チャージ番号 BT7274。 ジャンプはあんまできないらしい。
パイロット、私たちの戦闘効率評価が上がりました。パイロット、これか。のサルベージ隊はジャンプじゃなくてダッシュになるんだ。生き残る唯一の方法は任務を執行し、アンダーソン少佐と合流することです。それまでは我々で切り抜けるしかない。ハドニーマーク。106キロ。直ちに移動してください。めっちゃ遠いな。ここから100キロしたらどこまで行く？旭川ぐらいまで行っちゃうじゃない。それをこれで行くのか。きついな。動かないと死んでしまいます。どうやって行くのこれ。これ壁越しできる？あ、できない。段差登れないんじゃないですか。段差登れないよこれ。これもう積みじゃねえ。大丈夫、大丈夫か。こんなね、積まれたらかなわん。え、どこ行くの？そっち行ってなってんだけどさ、やっぱこっちなんか。ああ、なるほどね。そういう進み方なのか。この BT7274 というタイタンによると、俺は彼の臨時パイロットらしい。覚悟の有無に関わらず任務に失敗すれば死が待ち受ける。生き残る道はラスティモンスター隊員の元の任務を果たすこと。つまり彼の上官ミリシア特殊偵察中隊のアンダーソン少佐と合流するしかないだそうです。ちょっと我々をチェックポイントロール、多分もうこれで終わっても大丈夫。模索し続けます。もうちょっとやりたい。生き残る唯一の方法はアンダーソン少佐と合流することです。生き残るには臨機応変に対処しなくてはいけません。こちらもオンバット整中、被害は甚大だ。ミリシア兵はいるか、救援を。被害が甚大だ。え、これ味方？照準合うやつ敵だろという雑な、ものすごく雑な。アンガード級タイタンを発見、接近し交戦する。俺は味方かな。エネルギーだ。あ、なんだ、やばいやばい、ちょっと落ちちゃった。ごめん。そういうつもりじゃなかった。そうか、簡単に降りられる。なんだ敵がいないなんかすごいことになってる。敵がいない。タイタンのエネルギーとかってどこにいるの？
ったか、一応教えてやるぜ。なんか一応さ、途中で降りたりできるんだけどさ、なんか降りるメリットってなんかあんのかな。まあ、多分まだめっちゃチュートリアルだから、はい、新しいロードアウト。タイタン兵器は新型です。有利に戦えでしょう。これタイタンの新兵器は使えそうだ。同感です。 IMC のタイタン兵器は充実していて先進的です。任務に役立つでしょう。パイロット、トーンロードアウトを使えば敵にロックオンして追尾ミサイルで狙えます。戦闘時に便利です。サルゴコアレディ。なんだすごくできるんだ。あ、やばい、間違った。ごめん。なんかね、たまに勝手に飛び出しちゃうんだよな。なんかこうやって飛び出すことに何かメリットがあるのかっていうのをちょっと知りたいけど。制御ゲートで道が塞がれています。近くに制御インターフェースがあるはずです。ああ、そうか、こういうのはダメか。俺が行かないとダメ。交戦中。ソラーファルス、オンライン。どこだ、ここか。パイロット、流量制御ゲートで道が塞がれています。近くに制御インターフェースがあるはずです。メンテナンスオーバーライドを開始、流量制御ゲートを開きます。警告、毒性ガスがメインチャンバーに注入。制御室のセーフティーアロックスケジュールを実行します。パイロット、セーフティーエアロックがかかって制御室を出られません。他の出口を探してください。二手に分かれましょう。分かった、出口を探す。近くの出口から浄水施設の奥へ進める可能性が高いです。位置を追跡中、出口を探すことを推奨します。勝手に体力回復するっぽいな。さっき一周死にかけたもんな。分かった、 BT、 君も出口を。了解です。
あ、違う、ここは今来たところだ今来たところに戻るの好きだな、俺。そしてスライディングに失敗するクソダサクソダサプレイ。こちらケイン、 IMC とミリシアのみんな、どうやら不審者だ。おっぷ、おっぷ、あいつはファイルにアクセス中。ケインです。エーペックスプレデターズの傭兵の一人です。薬の常習者で横流しもしています。え、これどうするの。ああ、そういうこと。おー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 、わーすげえなるな。でもこれ面白いな。でもついやっちゃう。さすがにでもちょっとね、締め切りが近いんで。一日ゲームは一日1時間地で行く生活をしてると武器の切り替えのボタンがなんかまだうまくいかない。こちらラクーン3、第9ミリシア艦隊へ。決意してる状態捕まった。 IMC は新型の機械砲兵を使っている。わらわパイロット、進路沿いにミリシア軍がいます。支援が必要かもしれません。バブ、そう、バブ味がある。これはバブ味がある顔をしている。すげえな、もう目が目がいってるぞこいつ。バブ軍曹ボウイ、なんか喋られねえあの目で訴えかけないで、あの喋ってもらえないですから。味方と会えてよかったです。うちの部隊が得られています。助けを必要としているはず。レスト。なんだ。なんかいたのに。どこ行くの？なんか鏡見てるものがあれば。でも基本的になんか味方は撃てないな。
あんまり心配しなくていいな、誤射みたいな。それはいいんだけど、どこ行くの？これこっち？あ、こっちだ。タイタンはヘドルの男を通さない。リスポーン。こんなもんかな、今日は。じゃいやー、でもなかなか面白いな。なんていうかさ、マルチどうこうっていうか、単純に一人でやるのが結構面白いなっていう印象だね、今のところ。まあいいや。これで終了でいいのかな。最後のチェックポイント以降の進行状況が失われます。これでいいんだよな。OK。じゃあ、今日は。こんなもんね。まあ、続きを、なんか実況系というか、あんまりなんかこう、録画してって感じでもね、なんか喋りながらだと、あんまりなんか精度が落ちるというか、集中できない感じだし、配信とかでやっても面白そうだけどな。まあまあなんかいろいろ考えて、まあ単純にこう、感想としては面白いなっていう感じで。じゃあまあこんな感じで。